じゃあ、マイさんとクエが仲良くルンルンに行くって。そう、いいね、仲良くできそう。うん。何してんねん、お前。触られたことあんの？ない、え、美容院の人とか。恋しちゃう。美容院に行けてない。キュンキュンしちゃう、ドキドキして。感じたってこと？衝撃的。今からいいクリエイターサポートを紹介するよ。クリエイターサポートを開いて、はい、あないでクリック、はは。はい、ということでね。はい。ちょっと師匠と弟子あれやない。あんないがありますね。あるでしょ。なんかもう下手すぎると、こういうちゃんが。でもなんか俺いつも待って、最後抜かされて師匠だってなんか名乗り出すやん、そっちが勝手に。ずるいって。さあ、3度目のチャレンジ。さあ、おっと、ちょっとやばい。そりゃねえだろ。俺待ってたのにさ、ちょっと待って、じいじいじゃないのよ。アナイさん迎えに来て。ずるいってそのさ、2対1でそれは。早くない、それを使うのは。ちょっとまだ。まあ、え？なんだこれ。埋めました、埋めました。こいつなんか地味にわかんないとか言ってゴールしとったんやけど。イエーイ。トリックショットの時は確かに小雪ちゃんの実力よ、あれは。もうあれ以外はお前の不正なんだよ。今日はね、デュオデデデデ、今回はシンプルに協力デスランだから。これ、なるほど、2人で協力しないといけませんよみたいな。もういつもなんかお互いがさ、できなかったら笑い合ってみたいな。もういい、そんなもう。確かに。もう俺は平和な世の中に行きたい。俺は戦争反対。これも反対。今日はジャーナイさんとクエが仲良くルンルンに行くって言ってるよね。そう、もちろん。なるほど。だって仲良くやるやつだから、そんなもんもうね。そうですよね。そうそうそう、お互いが頑張れ頑張れって言って頑張ってくみたいな。早っお前。あ、ほんでこら、始まりました。これ、始まりました。要は多分小雪ちゃんが多分今行けるんよ、そっち側。録画しとる？あ、してますしてます。今、はい、ダンスをするやん、そこでダンスしとるやろ、そいつ。バカかお前。一緒に踊るってことちゃうわ、それ。あ、なるほど。さすれば道が切り開かれるみたいな、そんな感じじゃない？こっちはね、行けへんから早く踊れよ。あ、来たの。え、もっともっと、あったー。オッケーオッケー、ほらほらほら、見て、こいちゃん。お前やめるなよ。やめ、踊って踊って踊って。なるほど。そう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 。あー、はい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 、いいね、仲いいね、ほんとに。いやな、でも踊るのやめたとき本当に天然なんやな。でこうやって押すとほら、うん、道が出てくるでしょ。な、え？え？違う違う違う、俺何もしてない、本当に。冤罪。はいはいはい、どうぞ。今行きますよ。違う違う、行かない。ちょっと待って、これ時間違う、これ時間制限ある。多分5秒ぐらい、5秒ぐらいしかない。俺は何もしてない。え、それ踊らんでいい、それはもうね。あ、待って、はいはいはい、ダッシュ、いけるかな。はい、あ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。ほんで、次ジャンプして、多分そこ行くんちゃう。あ、え、今日、なんで。あ、ナイスさん、でも、もう何してね。うん。攻め立て合うのやめましょう。あ、そうね、ごめんごめんごめん。そうよね、仲良くやるっていうやつやったな。そうそうそう。はいはい、そうそうそう、ナイスナイスナイス。ほんで、次俺行けないから、多分小雪ちゃんが行って、そうそう。あ、そうそうそう。なんで。はいはい。あ、それ届かないから次多分俺行くんだわ。あ、なるほど。違うな。あ、もう一回やって、もう一回もう一回もう一回。行きまーす。ドーン、ドーン。なるほど。オッケー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 。協力プレイよ、これが。ね。で、で、こいつが、その壁の裏側に多分ボタンがあるはず。はいはいはい。いや、分かってきた分かってきた、攻略。いいね、仲良くできそう。うん。仲良く。今何してんねん、お前。で、何これは。え？それ超えるんじゃない？それ超えるんじゃない？ちょっとやってみて。
はい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 。俺はなんだこれ。え？ちょっと待ってね。多分これ。あ、多分ね、スイッチみたいなのないこれじゃん、そこに。ありますよ。それ、押して。押した？これ信じてくださいね。はい。信じてたっていうか見てから、あ、もうもうちょっとオッケーオッケー。俺がここにおるときはそのかそれが出るから、はいはいはい。おっ、これ面白いね。もう俺何もしないよ。はい、あ、ないない、シェアルしてた今。え、俺しないの？シェアルしてた今。はいはいはい。ああじゃあしてない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 。あの意地悪のせいじゃないそれは。うん、意地悪のせいじゃないそれも。うん、あのやめてほしい、普通に勘違いは。それも意地悪のせい。はいはい、オッケー。ほんで、このこないさん、これは、うん、ちょっと待ってね、押さないでほしい。え、なんか押すとこある？そこないです。あ、ないんや。じゃあこれ自力で行ってねってやつね。もう分からん、もうタイミングが。これランダムか。ちょ待ってね、こいちゃん、俺サクッとクリアするね。はい、ごめんね。え、ボタンない？それ、あ、違う違う、こいちゃんそこさ、ボタンじゃなくてさ、目の前に立ってないとこれ一生出っ放し。その後ろ戻って。はい、後ろ戻って。そしたら目みたいなマークあるでしょ。何、それそうしといて、そこにいて。そうすれば動かないでね。うん、オッケーオッケーオッケー。これでオッケー。それに見られてるときは作動するよみたいな、そういうシステムやから、それ覚えといてね。はい、案内が。どう？出ました、よっしゃー。踏んでもらわなあかんかもしれん、タイミングよく。それをわかる、それを踏むとこの青の先の緑に繋がる道が出てくるから。意味わかる？お前さっきの俺見てたか？これだよこれ、このこのあのこれね、これ、これか。それ踏むと出てくるから。オッケー、はい、行くよ行くよ。これずっとぴょんぴょんしてればいい。違う違う違う、ちょっと待って。え、バカ？もしかしてなんだけど、もしかしてめちゃくちゃバカ？だから、え、なんでなんでついてんだこれ。え、いけんのこれ。あ、いける。あれ、なんでだ？なんかいけるようになってんだけど。はいはい。ほんでこゆちゃんが次ジャンプしてギリジャンできて、なんかボタンある？なんもない？うん。え？そこに右側ない？ないです。え？え、絶対あるよ。絶対あるよ。絶対ある。絶対ある。絶対ある。な、何かがある。どうじゃないですか。何かがある。何か？じゃあ先進んでみて。進めなくない？それ。え？進めない。こいつはそこ殴ったりできない、その壁のところ。え、ちょっと待って、これわかんなすぎるぞ。これ血管だな、これ血管ですね、これ血管でした。はい、今日お、はい、うんうん、もう取り直さない、もう喧嘩だから。仲良くなれない俺たちは、もうバカ野郎。そういう運命なのかもしれない。頭触られたら怒りますか？なんか嬉しくはないね、俺は。えー、なんか女の子はね、嬉しいっていうね。めっちゃ触ってほしいです。触られたことあんの？美容院の人とか。美容院で触られるとどうなの？え、これダメなんです、だから。はいはい、恋しちゃう。だから美容院行けてない。キュンキュンしちゃう、ドキドキして。頭おかしい、ちょろすぎだろ、お前。いやでも触られてこなかったんだね、今まで。逆に珍しいよね、今時触られてないって。そうですか、うん、ずっと自分で髪の毛切ってたんですけど。はい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 、はい、久々にこの間美容院いた時に、あの女性の方だったんですけど。ああ、じゃあいいじゃん。シャンプーした後、耳を、うん、の中拭いていただけるじゃないですか。はい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 。あれもう死ぬかと思います。これキュンキュンキュンって感じ、ふわーってなりました、ね、感じたってこと？違う、ないて。いやいやいや、そうやんだって。そうやん、話聞いとったら。話聞いたらせやんか。何？もぞもぞしました。あ、こいつはまだ全然気づいてないだろうけど、それが感じるってことね。違う、いや、そう、絶対違う。え、そう、そうだよ、コショバイってあるやん、あれが感じるの手前のやつだから。いや、落としてください、絶対。あれがあれが感じるみたいな感じになってくるから。ね、
ん、気をつけて、マジで。ありがとう。ありました。ありがとうございます。来ました。引き続きもう協力もお互いが喧嘩し合うとかなし。なんか先にクリアできたから、あれクイチとか、あれアンナイさんみたいな、あれなしね。オッケー。わかりました。絶対よ。絶対ですよ、アンナイさんこそ。いや、でも、ちょっと、あまりにもひどいミスをしてたら俺は言わして。さすがに、さっきみたいにギリジャンができないとかはあれは言う、普通に。だってしかも俺のせいにしてきたからな、さっきお前。え、そうでした？やば、こいつ。あんないぞ。あ、これじゃないですか。あ、オッケーオッケーオッケー。ビギン、ヒエ。はい、これです。こいちゃんが好きな、好きなってか得意というか。得意じゃないですか、これ。ワンブロックよ。でも、前と違うのは狭いよ。強力だからせーので言ってみる。あ、いいですよ。オッケー、せーのって言って。うい。あれむずいかもしれない。これ得意かもしれない。え、いける？せーの。あれ、ちょっと待って、あんま変わらんよ。ちょっと待って、これもうダメだ。せーのじゃない、もうどんどんいった方がいい。あ、なるほどね、なるほどね。あ、なるほど。これ結構でもキャラコンがいるな。キャラコンいるかもしれない、こういうちゃん。だからいかに押しすぎないかがすごい大事やん。うん。うわ、めっちゃいってるやん、こゆちゃんも。え、168？ いや、これワンチャン先に行かれ、え、先に行かれちゃうのあるな。先に行かれちゃうか。ねえ、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 違う違う違う、仲良くだから待ってるよ。やめて、嫌だとかさ、人のクリアを。こいちゃんが得意だねってこっちは励ましてるんだから。あんないぞ。美容師に耳とか言うじゃん。でもネイルとかはしないの？してます、してます。ネイル、え、ネイリストとかにやってもらうの？セルフですね。あ、まあ、セルフなんや、それは。でもやられたらだってそれこそ手握られちゃうから。女性とか大丈夫そう。え、でもだ、あ、そっか、シャンプーは男性がしたりするもんね、アシスタントみたいな。そうなんですよ、なんかそう変わるんですよね。お前意識すぎだろ、男のこと。お前だとしたらそういうことでしょ。前にあったのが、うん、切ってる際じゃないです、切れ終わった後に。よし、これで完璧、ポンポンみたいなのがあったんですよ、前。はい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 、はい、それが衝撃的。え、それ男性だったの？あ、そうです、そうです、そうです。それでキュンキュンしちゃったの？中学生の頃え、恋した、恋した。それ役まではしてないです。好きになりそうやった、好きになりそうやった。そうですね。お前ちょろすぎだろ。あんないぞ。ゲシュタルト崩壊起こしてる今。ゲシュタルト崩壊？ゲシュタルト崩壊の意味って何ですか、じゃあ。え、なんか、いっぱい同じものがなんか全部一緒に見えたやつ。文字じゃないの、ゲシュタルト崩壊って。図形もだっけ？図形も。ああ。東大元暮らしですか？東大元暮らしですか？何が？東大元暮らしと間違ってますか？東大元暮らしと、え、どういう、え、ちょっと何を言ってるか意味わかんないんだけど。ゲシャルト崩壊って、例えばさ、漢字とかでさ、いや、こんな漢字だっけっていうのがあれじゃん。ゲシャルト崩壊でしょ、なんかもう同じ似たようなやつを見すぎて。それを言ってるんだけど、文字だけじゃなかったっけって言ったら、図形もだっけって言ったら、東大元暮らしですかって意味がわからない。これ東大元暮らしと文字間違えちゃってるのかなと思って。ゲルドゴとゲシタルト崩壊と、何？全然似てないだろ。何も言い踏んでない。似てないよ。どういうこと？え、もうわからない。世界観がつかめなさすぎるわ、それは。あ、これさん、あ、これさんじゃない、あ、ナイさん。え？あ、ナイさん。お、ナイさん。これ、これちゃん見て。はい。まだ続くよ。早くクリアしないといけないからね。これは、はい、あの黄色いところダメ、全部。だからその黄色いところ触れちゃダメで。やめてよ。めちゃくちゃクルクルしないといけないわ、これ。
こよりちゃん。はい。こよりちゃん、ここ押してくれてもいいよ、こよりちゃんが。はい、押す。ここスキップってあるでしょ。こよりちゃん。押す。押す。ああ、間違えた。うわ、なんか行きそうだね、これ。うわ、この後むずいな、この後。むずいね、いいね。いいですね。うーわー、奥見せ。ちょっと待って、え、俺も237まで行った。なえ、なに、すごいこれ、それ。待って、これちょっと待って、これじゃあこれ、はい、これクリアしたらオッケーにしよう。あのこれレベルがえぐいわ。レベルえぐいとこまであった。ちょっと見たらえぐいわ。やばい、なんかこれバグが起きてるかもしれないから、次237メートルまで行って無理だったらもうそれでもうおしまいだ、これ。あ、了解です。うん、やっぱそうだ、俺237また行ったのに。あ、行きました237、知りました。無理やんじゃ。あれ、あ、なんかいたぞ、なんかクリアした。なんで、わかんない、なんでか。バグじゃないかな。いや、でもまあまあちょっとバグがちょっと多いから、ちょっと待って、もう次回ちょっと交互期待ということで。はい、でも協力プレイできたじゃない、なんか仲良くいつもよりは。気がする、うん、いいかなこれで。なんかオチとしてはまあ小井ちゃんが美容師ねえ。ダメです。だからもしもね、小井ちゃん見かけたら、小井ちゃんガチ恋勢の人はワンちゃんも小井ちゃんの頭をこうポンポンすれば恋に落ちる可能性があるから。だからすごいよ、小井ちゃん外出たら一気に追われる可能性あるよ。ウォーキングデッドみたいな。たくさんの男たちが小井ちゃんにわーみたいななる可能性あるから。はい、ということで男性諸君は小井ちゃんの頭を狙って頑張ってみてください。